はい、リターンライダープラプラです。よろしくお願いします。今日はですね、2021年シーズンにですね、劇的な F1 ドライバーチャンピオンを獲得したですね、ホンダの F1 について語りたいと思います。よろしくお願いします。ホンダの F1 というか、まあエンジンサプライヤーとしてのホンダのチャンピオンですねについて、語りたいと思います。よろしくお願いします。まあ、もう皆さんご存知の通り、2021年最終戦ですね、劇的なチャンピオンを取ってですね、ホンダドライバーズチャンピオンを獲得したエンジンになったということなんですけど、まあ私だから2021年が始まる前にですね、ホンダの社長さんがですね、カーボンニュートラルを目指すために、2021年で F1 撤退するということを発表したときに、と思ったんですね。なんでって、まあ、私、まあ、大体2015年か16年ぐらいで、あんまりモータースポーツの記事を読まなくなっちゃったんですけど、ただまあざっくり2020年にまあメルセデスに対していい線まで行ってたから、このまま続ければチャンピオンになれるんかなと思ってたんですね。そんな最中にですね、2021年で辞めますというふうなことを発表したんで、すごく驚きましたね。もうちょっとでチャンピオンまで行けるのにというふうに思いました。2021年シーズンが始まった時にですね、始まる前にですね、まあ皆さん多分想像したと思うんですけど、2020年までのメルセデスの強さ、 AMG チームの強さ、これを見るとですね、2021年にチャンピオンを取るのはちょっと難しいなというふうに正直感じてました。まあ最終戦の劇的なレースがあって、まあ、チャンピオンになったんですけど、まあ、その後にですね、私もいろいろな記事を見てたら、まあ、ホンダさんが並々ならぬですね、決意を持って、2021年シーズンを戦っていったんだなということが分かりました。で、私ちは衛星ケーブルテレビがないもんですから、当然最終戦の模様は見てません。YouTube で後日に、ダイジェストで見たのが精一杯でした。あと、まあ、NHKBS でやってた本体ファン最後の戦いっていう番組があったんですけど、あれもですね、知り合いにですね、ダビング録画を頼んで、それで私がブルーレイディスクを渡して、それで録画してくれたものを家で見ることができました。だから BS ケーブルで元ないんで、 BS もリアルタイムでは見れませんでした。まあ、そういう環境で、まあ、私も本とか見てて、情報を仕入れたという次第ですね。で、2020年までのホンダさんのパワーユニットとは違う仕様を2021年に投入したということを、後の本やあとテレビで初めて知りましたね。で、私もいろいろと本読んだんですけど、どうやら私も衝撃的だったのは、2021年に新骨格というエンジンを投入したというのは、どうやらシリンダーブロックがアルミの削り出しだったということで、私はこれは非常に驚きました。まあ、大体今まで2020年までのホンダもそうだったらしいんですけど、鋳造つってアルミを溶かしてですね、多分砂型だと思うんですけど、型に流してシリンダーブロックを作るということを作っていきます。だからまあ当然削り出しと比べて、エンジンブロックとしてのシリンダーブロックとしての強度を劣るということだったんですが、
どうやらあのパワーが新しいやり方でパワーが出ることを発見したというんで、まあ、そのシリンダーブロックにギリギリの設計してるでしょうから、耐えられなかったのかもしれませんね。だから削り出しにしたことによって2011年の新国家というシリンダーブロックにしたことによって、そのよりパワーが出たエンジンに、シリンダーブロックが耐えられるというようなエンジンになったようですね。それでまあ、それを前倒しで投入したということだったということを、まあ、シーズン終わった後のチアマンの人ですが、そういうことだったのかということを知った次第ですね。そこまでしてホンダは、まあ、2021年シーズンかけてということですね。シリンダーブロックを削り出して作るなんていうのは私はちょっとまあ正直聞いたことがあります。それぐらいの手間をかけた、はい、ということですね。あ、まあ、その前にあれですね、それで戦って、まあ、一時は、まあ、強くしたっていうのはシリーズをリードしてたんですけど、ちょっとざっくり結果でしか見てないんですけど、まあ、後半シーズン、F1 シーズンの後半になってからですね、あのメルセデスが最後3連勝するんですね。この辺を見ても、ああまだ何か持ってたんだと思ってですね、やっぱり強いなと、やっぱり無理なんじゃないかなということを、思った次第でした。最終戦のアブダビグランプリ前まではですね、やっぱりメルセデス AMG は強いなというふうに思いました。そして最終戦になるわけですけど、最終戦になってですね、私もダイジェストでしか見てませんけど、相当レッドブルチームとして、チームプレーをしたということですね。あとアルファタオリでホンダチームです。ホンダチームとして相当やったということですね。アルファタオリの角田さんも頑張ったし、あとレッドブルのセルジオペレスさんかな、もう、もう使い古しのタイヤで数週にわたってブロックしたということですから、あのルイス・ハミルトンをブロックしたということですから、これはまあ本当にホンダパワーユニットグループも総力戦でですね、タイトルを取りに行ったというふうに、思いました。そしてまあ時のレースではありがちなんですが、まあ、あのウィリアムズがクラッシュしてですね、イエローフラッグになってですね、ベースカーが入るんですけど、まあ、そこでの、まあコースディレクターのですね、マイケル・マシさんの判断で、まあレースが再スタートになるわけですが、そこは、まあ、後々の、まあいろいろなまあ、最も語り継がれるレースになったと思うんですけど、まあ、そこでも私がダイジェスト見た限り、レッドブルというチームの判断は、まあ、妥当な判断だったろうなというふうに思いましたね。もう当時ハミルトンが1位で、そのままレースが、もうこれよく言われていることですけど、レースがそのまま終了する懸念もあったんで、まあ、ハミルトン選手はまあピットに入ることはできなかったでしょうね。ただレッドブルはもう失うものがないから、ピットに入ってソフトタイヤを履いたということで、もう短距離勝負のラスト1周になってしまったということです。これはもうはっきり言って予選レースと同じような形になりましたので、もうコンパウンドがソフトなタイヤで1周のタイムアタックをするというレースになりましたから、そうなった時にやはり、まあ、よく言われているハードタイヤのハミルトン選手はさすがにメルセデスの車をもってしても抑えることはできなかったと、まあ、それでも私ダイジェスト見たらちょっと抑えかけれた部分もあったみたいですけどね。マックス・フェルスタッペンさん の, その、一周のクイックラップですね、のような、一周になって、ハミルトン選手を抜くことができたと、まあ、あれもだから接触とかなくて本当に良かったと思いますね。でまあ、私もダイジェスト見た時、最終コーナーで最後リアタイヤがドリフトしてたんで、
もう本当にソフトタイヤでドリフトするぐらいまで攻めてたということですから、もういっぱいいっぱいの走りを最後にしたんだろうなというふうに思いました。で、まあその後の、まあ、マイケル・マシさんのその判断がですね、シーズンの人でブレーブルレースになったということは違うと思います。私も2021年シーズン終わって、まあ、いろんなホンダさんの技術的な立ち上げでは LSS の上回っていたので、立ち上げでのその優勢をホンダパワーユニットは相対的に取ってたというので、そこを改善しようと思います。変えてもらえればもう少しメルセデスとのですね、立ち上がりでの幅の差というんですかね、スピードの差をちょっと補えたんじゃないかなという思いはありましたが、この辺がちょっとだからメリーとまあうまくコラボしていればその辺のことも少しは、改善されたかなという思いはあるんですけどね。まあ、2022年シーズンはまあ HRC に一本化されるので、その辺ので情報共有もできるんでしょうから、まあ、また別な、エンジンマネジメントの仕方が出てくるんでしょうけど、2021年に関しては言えば本当に、まあ、語り継がれる、すごいレースであったと、シーズンだったというように相応しいレースでしたね。ホンダさんが F1 で2020年に撤退するのは残念でありますけど、まあ、HRC さんがですね、2022年にですね、継続してエンジンサプライになるので、まあ、あのレッドブルーの写真もロゴが出てるのを私見ましたから、まあ、このままですね、2022年もですね、タイトル争いをしてくれることを、